はい。時刻は午後8時を回りました。皆さん、こんばんは。プラネッツの宇野常宏です。プラネッツ秘境座談会。この番組はですね、今、僕らが一番語りたい作品をとことん語り尽くすという、ただそれだけの、番組です。毎回ね、なんか様々な、ゲストの方に結構来ていただいてるんですけど、今日はですね、皆さん結構お待ちかねの、もう先週ね、もう先週か。もう完結を果たした王様戦隊キングオージャーです。もうね、もう本当ね、オープニングにね、僕、ジェラミー風のナレーションしようと思ったんですけれど、なんかとちったらものすごい恥ずかしいんでやめました。なんかね、ちょっと僕もそういうなんか慎重さというか、なんか分別みたいなのがだんだんついてくる年になってきたわけなんですけれど、今日はですね、もう本当に、去年ね、全く同じこのメンバーでドンブラザーズを語ったんですけれど、まあ、あんだけぶっ飛んだものの後に何が来るんだろうと思った時、まだまだかなりのね、戦隊に変化球がやってきたということで、まあ、1年間ね、僕らを騒がせ続けたキングオージャーについて、とことん、語っていきたいというふうに思っております。それではね、早速ゲストの皆さんをご紹介します。じゃあ、まずはですね、早稲田大学准教授の石岡義晴さんです。よろしくお願いしまどうす。も、こんばんは、石岡です。はい、どうもです。キングオージャーはですね、私は割とわかりやすくですね、リター様が好きですね。あとはですね、まあ、何人か好きなんですが、ゲロジームさんに若干モグラ獣人めいたものを感じてね、いつか退場しちゃうんじゃないかと思って、最後までドキドキしてました。そういう感じです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続いてはですね、評論家の木戸利作さんです。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。いや、なんかすごくキングオージャーの楽しませていただきました。後でまたいろいろ話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに、キリトウジさんは好きなキャラとかいるんですいや、早速かぶってしまいましたが、やっぱりリタがいいですね。はい。か？いや、ファミね、俺も好き。はい、ありがとうございます。はい。そしてですね、本当1年ぶりの登場になりますね。哲学者の国分光一郎さんです。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。僕は本当にもう、単なるファンとして来てますので、皆さんのいろいろ見解をお伺いしたいなと思って、今日やってまいりました。よろしくお願いします。ちなみに国分さん好きなキャラクターなんでみんなリタっていうのがよくわかんないんですけどね、僕は絶対ジェは？ ああ、僕も、なるほどね。ジェラミー。もうジェラミー、ジェラミー。ジェラミーですね。はい。じゃあ今日ちょっとね、そのなんかジェラミー的な若干のメタポジからね、語っていただければというふうに結構思っております。はい、じゃあということでね、今日はね、吉田アナウンサーがいないんでね、僕が司会を務めようと思います。で、僕好きなキャラクターはね、あ、僕ね、でも本当にね、本当、かぶせてるんじゃないんですけど、リタとジェラミーですね。なんかね、なんかあるんでしょうね、このね、中高年男性の心をつかむ要素が、の二い人にや、ジェね。ラミーは共感っていうことで言ったら一番ですよ。うん。やっぱりその行間を読めって言って自分で勝手思い込んでね、いろいろ周りとずれていくっていうような気持ちは非常によくわかります。いやー、今ね、主人公の兄貴はって、これ楽ですね。楽ですも良かったですね。ラクレスも僕も大好きです。ということでね、もうちょっとなんか、ゆるゆるとトークが始まってしまいそうなんですけれど、今日はね、はい、このオクトパスエナジーさん、いつも通りありがとうございます。オクトパスエナジーさんの提供でお届けします。はい。そしてですね、この番組はですね、20分頃から、20時20分頃から、有料放送に入ります。なので、最後まで聞きたい人は、なんかチケットを買うか、チャンネルの方に入会してください。入会の方がね、全然お得です。で、ですね、今後のラインナップなんですけど、18日月曜日に薬屋のお一人ごとで、3月25日月曜日に、クドカンドラマの不適切にもほどがある。で、4月8日月曜日に、なんか月曜ばっかりなんですけれど、勇気爆発、バンブリーバアンブレイマーン。この辺は使いたいと。バンブリーバーン。バンブリーバーンやります。はい。ので、皆さんお楽しみにお待ちください。それではですね、早速、いつも通りですね、皆さんがこのキングオージャーを、語る際に欠かせないと思うキーワードを一つ。もう、まあ、別に2つ3つ書いてもいいんですけれど、スケッチブックその他に書いてください。それを性能をどんで見せて、そのキーワードについて一言解説をいただきたいと思います。で、そのキーワードを順繰りに解説、キーワードを順繰りに結構検討しながら、今後の議論を進めていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ、皆さん書いていただきましたか？あ、姫の乱になりたかったとかね、書いてます。
ギーツの V シネはね、まだ見てないですね。はい。書きました？はい、じゃあ行きましょう。誠意のドン。僕ね、このね、カメラを見ながらやるのはね、結構ね。あ、石岡さん、もうちょっと上げてください。で、国分さん、もうちょっとアップでお願いします。キリ俺トだはけなん S かさん。判定してんな。あ、大丈夫です。あ、普通に見えてますよ。むしあ、ろ見え僕てる。が反転してる。いや、僕そんなことないか。の、王自分だ様かでら王判定してると、のかな。で、石岡さんがこれが永遠の命、人つなぎの大秘宝だ。国分さんが29話、41話キーワードを出せない。僕がスラップスティックから大河ドラマ A ということですね。はい。じゃあ、これね。じゃあ、どうでしょう。じゃあ、キリトさんからね、行きましょうか。最初ね、まあ、一人簡単、ごくごく簡単にその意図を説明してもらって、で、なんかこう、最初のこう無料タイムで一通り皆さんの意図を説明した後で結構いろいろ行こうと思ってます。じゃあ、よろしくお願いします。最初、フォーマット的にはかなり崩した形で、従来の戦隊の、なんていうか、約束とっていうか見せ方とは、かなり違った形で見せているかのように、な感じで始まって、実際僕もそういうところが目新しくて面白くて見ていたんだけど、やっぱり中盤以降、ああ、これは、まあ、王様が主人公なんだけど、まあ、王道のヒーロー展開であり、王道の戦隊っていうのをやろうとしてるんだなと。しかもそれを、おそらくは1年通してのシリーズ構成っていうのがかなり、おそらく多分きっと最初からかなり考えられていて、こう1年間やっていくっていうことの中での中だるみというか、あっち行っちゃったりこっち行っちゃったりする、ちょっと停滞感みたいなものが今回は全然なくって、で、その前線ない感じが、ここでも技術について話しましたけど、技術のように、ショークライマックスが次々と来るっていう形で、まあ、アクセス内容するというか、角度を変えるというか、そういうやつなのかなと最初思ったら、あ、そうじゃないんだ。全然そういうことではなくて、最初から緊密に、積み上げられてきたものを、まあ、畳みかけるように、最後の方まで見せていくというような、やり方で、ああ、もう本当にこれは変化球、見せ方は変化球なんだけど、まあ、トータルで見ていくと、本当に王道のストーリーっていうような、ものを感じましたね。で、王道っていう言葉って、実は、例えば氷川龍介さんが、世紀末アニメ、王道秘伝書とかそういう本を出したりして、王道っていう言葉は、なんか中央を行く正統派みたいな風に、なぜか使われてるんですけど、まあ、実は王道って言葉の意味っていうのは、まあ、近道っていうようなことで、まあ、学問に王道はないの王道ですよね。だけれども、まあ、このキングオージャーに関しては王様なので、まあ、王様であるっていうこととヒーローものであるっていうこと、まあ、英雄伝であるっていうようなこと、あとはまあ、伝説と絡めてっていうようなところでの、まあ、本当にど真ん中のストーリーをやっている。だから王様だから王道と言っていいんじゃないかというような、感じでそのキーワードを挙げてみました。というようなことです。はい。はい、ありがとうございます。じゃあね、じゃあ続いては石岡さん、5分以内でよろしくお願いしまあ、す。はいはい。これ要するにあれですね、ワンピースですね。ワンピースの、みんなが初期に言っていた、絶対に小田栄一郎はやらないエンディングですよ。みんなで手つないで、これがワンピースだって言って、友情で終わるみたいなやつね。永遠の命って話が、結局は、まあ、ちょっとネタバレもしていいと思うんですけども、割とそういう感じで、結構私はオルタナティブワンピースみたいな感じのものとして、結構見れたところがあったんですね。もうちょっと言いますと、東映の、あれですね、特撮というよりは、アニメなんですよ。ある種のプリキュアとか、しかも近年のね、ある種のプリキュアとかワンピースといった東映がやってるアニメのですね、構成に近いものを特撮であるにもかかわらず感じた。で、するとあれですね、脚本家の方がなんかジャンプを意識したって言ってるんで、まあ、さっそもそもジャンプを意識して、東映の特撮作ったらこういう風になるんだろうなってことはね、感じますね。で、まあ、これ後で言った方がいいと思うんですけども、まあ、ギラが意外とちょっと謙虚に偉そうだとかね、いろいろそういう。ちょっとしたちょっとなんかずらしがいろいろなキャラに入っていて、まああとはテック系の人がね、ヤンキーのヤンマがね、テック系だとかね。でもちょっとどうかしら、なんだろうな、ワカンダっぽいとかね、ブラックパンサーっぽい国が、なんかテクノロジーの国とかいろんなひねりが入ってるなと思っていて、
割とそういうパロディっぽさっていうんですかね、そういうのも含めてちょっと楽しめましたね。グローディも私なんかは、これ闇のハリー・ポッターだよなと思ってね、ずっと見てましたし、そういうちょっと楽しみ方がいろいろ広がりながらいけましたね。で、あとはまあ最初に言いましたが、まあ、ゲロージーム。じゃあ一番ちょっと、リタ様みんな多いんで、ゲロージームに変えます。ゲロージーム、最高です。っていう感じですかね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、国分さん、いかがですか？はい。なんか。僕がね、ちょっとずるいんだけど、キーワード出せませんっていうのにしたんだけど、で、第20、29と41話なんですけど、これどういうことかっていうと、まあ、これ要するに前半後半があったわけじゃないですか。で、前半の、まあ、前半、みんなで、こう6カ国になった時も盛り上がりと言えるけど、この29っていうのは、ジェラミーが、悪役を俺が引き受けるんだって言った回です。で、僕は泣きました。僕はボロ泣きしました。そして41っていうのはラクレスがこの時を待っていたって言って、おお、あ、言った回ですね。これね、も、もう泣きました、僕は。う これも、だから2つ盛り上がりですよね。それでね、ん、やっぱりなんか1つ出せって言ったらね、この2つっていう感じなんですよ。それもうちょっと説明するとね、やっぱりドンブラっていうとんでもない対策、超対策があった後でどうするかっていう問題意識があったと思うんですよ、おそらくね。スタッフには。で、まあ基本的に大河ドラマ的だったわけですよね。で、前半後半になっていたと。で、いろんな特徴があるんですよね。その非常に大河ドラマ的に良くなっていた後、前半後半っていうのも僕が知ってる限りではそんなになんかこんな明確なのあんのかよくわかんないですけど。で、あと、その LED のバックスクリーンですよね。っていう言い方でいいんですか？ザ・バットマンで使って有名になった、後ろが LED で全部そこで背景映して撮影できるっていう。だから、石岡君がアニメって言ったけど、僕も最初からアニメだな、これって思って見てて、非常にアニメ的。だからね、大河ドラマとか、なんか、あと5人の関係も、あくまでも王様だから利害で繋がってるって面があって、なんか仲良し、こよしみたいなのとちょっと違うし、最後も一応一つにならないって形で終わりましたけれども、だからそういう大河ドラマだ、5人が利害で繋がってる、LED バックスクリーンとかアニメ的だとか、それぞれ非常に面白いんですよね、要素がね。非常に僕はすごい凄みを感じる、このどの要素にも。で、それを担当した人たちもすごいなと思う。特に脚本家なんかでしょ、すごいなと思うんですけど、撮影の人もすごいなと思うんですけど、なんか、その要素の背後に一つの作家性みたいなものは想定できないと思った。で、それはいいのか悪いのか僕よくわかんないんですね。ドンブラザーズみたいなのってなんかその後、それぞれの演出がいて、脚本がいて、井上さんがいてね、もちろんそれで撮影がやってて、後ろに何、それぞれすごいんだけど、なんか後ろにドンブラザーを作っている何かみたいなものがあった感じがするんですね。で、このキングオージャーの場合は、そういうものはなかった感じがするんです。で、それは僕はいいのか悪いのかよくわからないです。それぞれの要素がものすごいのに、それを何か後ろから操ってるというか、その統一するような主体、作家、プロデューサー、作者、クリエイターみたいなものは見えないっていう。だから僕はなんかあんまキーワードっていうのを出すのはふさわしくない作品って感じがしたんです。だから単純に僕が一番印象に残ってるのを出したっていうことなんですね。これが僕の、ちょっと全然これ非難してるんじゃなくて、ちなみに僕はね、シアター G ロストにこの、もう見に行ってますから。そうキングオーでジャー賞。はすね。で、あれ、衝撃的ですね。僕、なんと、い、以上で突然、国分さんからメッセンジャー来て、なんだろうと思ったら、満面の笑みでシアター G ロスの前に立ってる写真がね、こう送られてくるって、あれ、衝撃でしたす。めちゃくちゃ面白かったですけどね。ね。ありがとうございます。じゃあ、僕もね、簡単に、僕スラップスティックから、なんかこう、太鼓ドラマやってね。まあ、これね、ちょっと国分さんに若干言われちゃったところがあるんだと思うんですけど、スラップスティックとかでドンブラザーズですよ。で、大河ドラマってこれ、キングオージャーなんですよね。で、僕もね、やはりね、これ、ドンブラだと、これ、ほんと、どうすんだろうってやっぱ思ったんですよね。まあ、年明けると、来年の戦隊どうなるんだろうって、やっぱオタクは気になるじゃないですか。で、ドンブラ、こんな、ド変化球の後って、ほんとやりづらいなと思って、僕、最初はね、やはりね、まさにこう今、ブンブンちゃんがそう言われてるけど、もうすっごいオーソドックスのね、回帰するのかなと思ったんですよね。それしかないだろうと思ってたら、何かこう、ドンブラザーズ以上のね、結構ね、変化球が来て、やっぱすごく驚きました。やっぱもうまずもう見栄えがね、もうこれも全部グリーンバックで撮るんだと。もう撮り方がもう全然、
違うんだと。まあ、東映の中のね、やはりちょっと働き方改革ささにまずいんじゃないかとか、ハラスメント問題とかいろいろあって、そういったのもおそらく背景にはあったんだろうけれど、あ、ここまで取り方がガラッと変わったのって、クーガの時にね、多分全然こう、取り方を、画面の質感ので見て分かれるって変わったじゃないですか。あれ以来の変化なんじゃないかなっていうくらい多分変わったんですよね。まずあそこに衝撃を結構受けた。で、もう一つがやはり、やっぱこれね、ここまで大河ドラマに全振りしたのって多分ないんですよね。もういわゆる本当につなぎのためだけの回みたいなやつが、もう、多分本当に一話もない戦隊っておそらく初めてで、これもね、撮り方も変わったし、やっぱりシリーズ構成というか、脚本も作り方も全然変わってる。しかもそれも、普通に大河ドラマで物語を見せるっていうよりは、もうなんか、キャラクターの魅力を、押し出してくるっていうところに多分全振りしているところがあって、これも結構僕驚いてきました。なんか多分1年前に僕、三谷幸喜と井上俊樹の結構比較、これ同時期に鎌倉殿の13人やっていて、井上俊樹は結構特撮をハックしてスラップスティックやって、三谷幸喜は大河ドラマをハックしてシチュエーションコメディをやってるんだっていう話をね、結構したんだと思うんだけれど、まあ、確かに実際にこういうシチュエーションコメディっぽい回がね、入れ替わりの回とかいくつかあるんだけれど、非常にね、なんかこう、演劇というか、なんか三谷幸喜的というか、キャラクターを好きにさせるための大河ドラマっていうようなやり方をかなり、と、戦隊に持ち込んでいて、しかもそれはかなり高いレベルで結構できている。で、その結果、なんか描かれてるメンタリティというか、物語そのものは切り通したのが言った通り、割と王道の戦隊なんだけれど、戦隊のお約束をね、いくつか結構切り捨ててるところがあって、まあ、例えば特にロボットの使い方ですよね。まあ、ああいったところが多分、なんかこう、割と結構この作品ってアンチが多かったと思うんだけれど、まあちょっとそういうのは気に食わなかった、オールドタイプの特撮ファンってのはいたんだろうなっていうことを思っています。ただもうこれね、やはりこう僕すっごいやっぱ評価してるのは、なんか生身の役者、このやり方をやると生身の役者の魅力を最大限引き出すことができるっていう。つまりこうこの撮り方でファンタジーをやる、ファンタジーだからこそできる物語じゃないですか。これ明らかにこんな。王様同士ね、主人公は6人全員王様で、こんなに大きいストーリーがあって、その中でいろんな人間の魅力が出てくるってやり方って、ファンタジーの設定、かつ生身の役者じゃなきゃできないような物語で、それをね、あ、戦隊をこの新しい撮り方でやると、なかなか日本で実現しない、日本の予算感ではなかなか実現したい、こんなドラマが描けるんだっていうところを脚本家が発見して、それが僕一番のこのキングオージャーの、魅力だなっていうふうに結構思っています。だから僕は結構アンチも多かったと思うけど、この戦隊がもしね、商業、失敗だとかね、いわ、い、なんか、古き良き戦隊の伝統を壊してるって言われるようだったら、多分東映の未来とか日本の特撮ヒーローの未来はすごく暗いなと思うぐらい、この作品を僕は評価したいなというふうに思っています。で、その中で、これぐらい僕はこの作品大好きで買っていて、本当に僕一番ラクレスが本当はいいやつだったことが分かった回とかもう本当に感動したんだけれど、その上でね、一個だけ言うと、僕全く引っかかったところがないかって実はこんだけせめ嘘で、一個だけ引っかかったのってこの作品ね、ちょっと怖いんだよね。ちょっと怖い。やっぱりそれはね、なんかね、いや、なんかね、まあ、ただこんなに好きだから言いたくないんだけど、国民はやっぱりちょっと団結しすぎる。そこだけやっぱり僕ちょっと怖いんですよ。そ うでしょう、もうそれは最初からそうだからまあさ。そうそうし、なんかこう、なんかね、あれがね、いやでもなんかちょっとね、逆にでもそういった怖さを感じさせるぐらいの作品だったということなんですよね。この話ちょっと後でもうちょっと詳しくしたいなというふうに思っております。じゃあちょうどね、20分ぐらいになったので、いや、ポピュリズム格好悪いけど、俺あいつとか大好きで、過剰演技デブって呼ばれてた、なんかひどい言われ方してた、あれ。もう終わりだとか言って、あらもうゆる耐えプロパガらンん。ダに引っかかるやつね。そう、あ、そう、あらゆ全る部プのロプロパガパンガダンダに。に引っかかるやつね。あいつ大好きですよ、もう、本当にもう。ある種、なんか演劇、ね、舞台系の人らしいよね。そう、もうすごいね、彼のね、テンションって、もうすごくね、効果的に使われたと思うんですけど、まあ、そういったいろんな話をこの後しますので、皆さんね、有料チャンネルの方にぜひも登録お願いします。この後ね、薬屋の独り言、不適切のほどがあるバンブレイバンあたりをちょっと考えていますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、皆さん、有料に移ってください。